拙者、徳川家康と服部半蔵忍者隊、カルマザの忍者。あ、そう持つの進め。さあ、こたびも、みなにある一冊の書物を紹介いたします。こたびは、方向音痴のもの、必見地図を見て、目的地にたどり着けるものというのが、この世の中には一定数を。そして、なんと、拙者もその、うちの一人じゃ。なんかな、拙者の場合は真逆に行ったりしとることが多いな。で、確認して、よくよくこれ見てみると、全然違う方向ってなることがあるんだけど、もう拙者はいろんな意味で迷い迷い迷い迷子迷子。というわけで、こたび紹介いたす本は、ででん、方向音痴でも地図が読めるようになる本じゃ。びっくり、こんな書物がこの世の中にあったなんて拙者は知らなかった。でな、この本をまず何故知ったかというところから話したいんだけど、最近ある本が出版されたんじゃ。その本がこちら、川越城下重ね地図。これはの、川越というところの昔の地図と今の現世の地図を、比較して、川越のその街並みを地図で読むっていうような、つまりはの 言いたかったのは、これの、この本の監修が、その拙者が今通っておる大学院の先生である高尾先生が監修してくださっとって、で、地図の制作が先ほど本で紹介いたした今泉隆之殿なんじゃ。それで拙者はこのものの存在を知ったわけなんじゃな。このものは現世でもまこと有名なものにござって、この帯にも書いてござるんじゃけど、タモリクラブじゃったり、アウトデラックスという現世のからくりにも出ておる。で、拙者が今泉殿のな動画なるもの見たんだけど、まこと面白きものなんじゃ。なんかな、空想でな地図を作って、それで街を作ってしまうんじゃよ。でな、その街を作るだけではなくて、なんて言うんじゃろ、その、その、なんじゃ、なんて言うんじゃ、街の、街、まあ、出てこない。じゃあ、置いておく。この本によると、実は、方向音痴のもの、人が地図を読むときには、4つのタイプなるものに分けられるということが言われておる。というわけで、みんなも拙者がこれから今から言う4つのうち、どのタイプに当てはまるか考えてみてください。まず、1つ目のタイプ。俯瞰タイプじゃ。これは、地図を見るときに鳥のように全てを把握するというようにして地図を読むもののことじゃ。つまりは、位置情報、自らが今どこにおるかというのを客観的に、要は聞いて見ることができる。こういうものがまず1つ目のタイプ。2つ目、ベン、記憶タイプ。これはどういうものかと申すと、風景を見ている。つまり、景色の流れで道を覚えておるというタイプがこれに当てはまる。3つ目、ポイント記憶タイプじゃ。もうまさにこれはな、拙者。これな、どういうことが言いたいかというと、これ動画いうかなんじゃけど、拙者はの、この流れがあったら、ここだけ、もうここだけしか覚えとらんの。じゃから、拙者な、記憶がな、点と点になることが多いんじゃよ。じゃから、よく物をなくす。今まで自らが何をやっとったか忘れることとかあって、なんか、そう。じゃから、もう記憶がそういう風になっとるし、もう地図もそう。例えばじゃけど、あそこにあれあった。
みたいなんで覚えてしまうことが多いんじゃよな。これがポイント記憶タイプとなっておる。つまり点の記憶を頼りにしておるということは、印象に残るものしか見ておらんのさ。4つ目は文字情報タイプ。これはどういう意味かというと、文字や文章を頼りにしておるもの、つまり固有名詞じゃな。だから固有名詞を覚えるものが得意なものは、地図でもそういう風に見ておるんかなと拙者は思う。で、主に我が子に多いかなと拙者は個人的には思ったけども、さあみんなどのタイプに当てはまった？俯瞰か、深いな。バラバラにどれかに当てはまるということではなくて、例えば3と4とか2と3とかというふうに覚えるということもあるらしいから、必ずしも何番じゃってなるとは限らないということを伝えておくな。そしてここからなんだけどな、さあみんな聞いてほしい重大なことをみんなに言わねばならん。この4つのタイプのうち3つは高校の危険が高まるんじゃ。ではたった一つ方向音痴を免れられるとても素晴らしき地図の才能を持ったものを紹介いたすぞ。そのタイプが俯瞰だ。うらやましい、拙者俯瞰タイプになりたい。しかしながらこの本の題名を思い出してほしいんじゃ。ベン、方向音痴でも地図が読めるようになる。だからな、読めるようになる方法がこの書物に書かれておる。そしてその中で最も重要となるのは、ベン、東西南北を把握する。これが一番大事じゃということじゃ。例えばそれはの右とか左とか上とか下では良くないんじゃ。だから次右行って、次左行ってとかの、そういう風に覚えるのではなくて、あ、こっちの方が北じゃなとか、こっちの方が東じゃな、西じゃなと、そういう風に覚えるものな。要はのその地図で見るときにちゃんと北じゃったり東、西、南を意識しながら目的地にたどり着くことを考えるということなんじゃな。そういうことが大事ということが言われておる。そしてその具体的な方法ももちろんこの書物の中に書いてある。今地図回しちゃうという意見がなあったけども、それな書いてござる。そのな、方向音痴のもののあるあるみたいなんがな、あの書かれとるんじゃよ。その中で地図をやたら回してしまったりするというような、あの地図を回すこと自体はええらしいんじゃ。ただ北を意識せよ、それが書かれておった。で、先ほども申したようにこれはその方向音痴あるあるというのが載っておったりもするんじゃな。あるあるで作者がちょっと面白かったものがござったから、それを紹介いたしてこたびはしまいといたそうと思う。方向音痴あるある、その1、ベン、駅のホーム降りたらまず一番近くの階段を登ってしまう。これあるあるって拙者思った。例えばお江戸の新宿駅じゃったりじゃと、北南東餃子あるんじゃよ、出口がの。じゃのにあのな、もう面倒言うか何も考えとらんじゃよな。この降りて階段があったらあのすぐ登ってしまうというな。それでわけがわからなくなるという、みんなも経験あるのではないかな。方向音痴あるある、その2、駅を
出てからなんとなくみんなが言っとる方向についていってしまう。これ拙者まことやるんじゃけどみんなこれやらん。ちなみにな拙者なあのまこと大事な日にみんなが集合して集まってやる宴じゃったりってあるじゃろ。その時になみんなが集合するからだいたいあの人が行くところについていけばたどり着くじゃろっていう人の流れになついていったら着くかなって思ったらもうそれこそ真反対じゃった要はもっとちゃんと表示じゃったりを見たりとかな、あと方向感覚じゃな、あの東西南北意識してなっていうようなことらしいんじゃ。で方向口を直すというのはなかなか難しい、骨が折れることなんじゃけども、本には具体的な対策もな書いてござるからぜひそれを読んで対策してみてくだされ。というわけでこたび拙者が紹介いたした本は方向音痴でも地図が読めるようになる本にございました。というわけでみなこたびも集まってくれて誠にありがとうござった。お相手はでしょ軽業のリート狂言語りの水蓮でございました。